いやでも怪しいところからお金をもらうとその後脅される可能性があるんだよなでも結局受け取ったって燃やしてるからあんま意味ないんだよねぶっちゃけなのでもらいます転居もしましょうはいニューカーションに新長官中え新長官就任上司が増え新しくなったってことなるほど 大変だな、こりゃはい、審査会へ次ぐ。身長感は外国人に対する検問水準に不満を持っている。全外国人入国者に対して身長、体重、外観の特徴が記載された最新の身分説明補足書を提示することが義務付けられたと。なるほど。ここはいいでしょう。これももういいでしょう。ああ、で、これ、あれね、エンジニアの方にいいってやつね。ちょっと確認しみますか。 外国人の方は、まあアルスト、アルストツカー国民でない方は、身分証明書、身分証明補足書というものが必須になりましたよと。で、それはどんなものかというと、こういう感じの札なんだね。なんかあれだね。なんだ、飛行機とかのさ、荷物に貼られる札みたいな感じだね。で、外国人の身体的特徴。まあ、身長のラインがあったのは、こう、そういうことなんでしょう。身長、そして体重ってことだね。 指紋記録が使用できない時に限り、えー、なにこれ認めん母音か。母音を押してもらうって感じだ。なるほど。で、短期間の限定発行であるため、有効期日を慎重に確認と。ということで。ま、あ結構見る箇所がかなり増えてるってことですね。ま、あちょっと頑張っていきましょう。はい、おはようございます。 はい、友人にね。はい、8週間。いいですね。えっ、ー、と、お名前問題ないですね。はい。で、えっ、ー、と、身長168センチ。ちょっとなんか高い気もするけど。1なんだ。53キロ問題ないですね。えっ、ー、と、日付も問題ないです。ショートヘア。はい、問題ないかなと思いますと。では、コレチアですね。西グリスティン。はい、問題ないかな。 いいと思いますので、よいしょ、お返ししますね。次の方どうぞ。結構見る場所増えたなぁ。底辺だ、底辺だ。はい、ここでお仕事ですか。なるほど、半年。わかりましたよ、と。うん、これは問題なさそうかな。そうだね、問題なさそうだね。身長177センチ、体重86キロ。 えー、ちくもたまつ。いいでしょう。期日は、ああ、いいね。大丈夫だね。うん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 。で、えー、っと、オブスタリアンね。オブスタリアンからお越しで、メルジェロス。はい、いいんじゃないかなと思います。はい。それでは次の方、どうぞ。おはようございます。 ああ、高速のね、ゲーム館ね。ありがとうございます。あの、時間がもったいないんで早く行ってもらっていいですかこれ朝くれ、朝。このタイミングじゃなくて朝にくれ。はい、おはようございます。あ、お引っ越し。なるほど。と,とりあえず、日付が、ちょっと入国のあれが、あれなんで。 忙しかったちょっと言い訳にならないんでね。すみませんが。ちょっともう一度取り直してきてください。時間もったいないんでお互い次の方どうぞ。はい、こんにちは。観光ですね。2ヶ月間。はい、わかりました。190センチ。ちょっと待った。全然身長足んなくない身長自然に変わらないんで。 指紋一旦じ、ね、ゃ合わせますけど、指紋合わせたところでだよな。別名登録なし。やっぱ別人ですね。えーっと、とりあえず拘束しましょうか。拘束のボタンを待っていた。次の波どうぞ。 適切にね、検知していく必要があるのでね。おっと、足りないものしかねえ。えー、っと、とりあえず、何これ。ないのは、あれなのか。どうしような、どうすればいいんだ、これ。でも、ない、ないものはないんだよね。 あ取られちゃったっていうのはここじゃないよね。通していいものか、これ。こいつ、こやつ。ちょっと、とにかくこれいらないんだけど。飾いたやつじゃなくていらないんだけど。まあ、通して。 ここは合ってるんだよなぁ。なんか他にさ、検査するというか、それこそ拘束して検査みたいなやつないのかなちょっとでもないものはないから、すまんが、無理だよ。ペラントいらない。返したいんだけど。いらないよ、これ。ゴミもらっても仕方ないから。はい、書類お願いします。多いな エンジニアさんねじゃ。ちょ、ちょ、とりあえずお金じゃねえよ。こっち上げとくか。はい、はい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 。まあ、ここは問題なさそうかな。よく聞いもいいでしょう。160。待って。これ身長は大丈夫 ?72 キロ。ああ、いいんだ。もう悲観だからってことね。じゃあ問題ないですね。えー、っと、ここも大丈夫そうですかね。ちょうどこんな形だったっけ労働許可証って。 あ、これか。初めて見たパターンかも。で、リパブリアリパブリアボスター。あ、問題なさそうですかね。よいしょ。はい。次の方どうぞ。え対戦期間適当ふ、不適当だった乗り継ぎですね。2日間。はいはい。いいんじゃない えー、170、待って、全然足んないじゃん。え目、どっかおかしくないか、それは。単発、じゃあいいんでしょう。えー、っと、正しいと言われてるのは正しいでいいんだけど。うんうんうん。問題なさそうかな。えー、っと、あと、ブスタリアにスカルがあれば、OK だね。はい、じゃあ楽しんでくださいね。 ちょっと稼ぎが悪くなってきたなあ,あ観光ですか2か月間な,なんだ口数が多いなめちゃめちゃてかさ名前違くねちょっと指紋お願いします お、お、これは良さそうだな。あ、いいですね。はいはい。ありがとうございます。じゃあ、これは問題ないで紹介しても。開始しても問題ないです。171センチ56キロも問題ないね。で、えー、っと、これどこインポールイハン。あ、いいですね。はい。じゃあ、いってらっしゃいませ。あ、し 次の方どうぞはいアルソスカに移住ですかなるほど広い機体8センチ8 2キロ問題なさそうだねこれはで入国許可書を名前もいいでしょうパスポート番号も OK だね日付も OK でえっ、ー、とコレチアですね オレチアのシグレス店ですよと。はい、いいと思います。終わっちゃうか次。あー、間に合わずなに何な何貯金を押収し取り調べ中である何あー、これは一旦、発等級へ転居。下げるのにってこと 何さっ,って払えないの転居するとあれか25ドルぐらいしかいらないのかなるほどまあ転居しとくかじゃあ引っ越しにもお金かかりそうなもんだけどな犯罪の温床かマジか